特集コーナー夕原マップ。今週から2週にわたって愛媛マンダリンパイレーツを大特集。今年創立20年目を戦うマンダリンパイレーツは、日本で初めてのプロ野球独立リーグ、四国アイランドリーグプラスに所属。東は浜公園川之江球場から、南は南陸上辺公園野球場まで、県内では計13球場で試合を開催しています。そこで綾と夢コンビがやってきたのは坊ちゃんスタジアム。愛媛マンダリンパイレーツ対高知ファイティングドッグスの試合に駆けつけました。グッズもこんなにあるんですね。本当ですね。いっぱい。たくさん。これ私と同じやつだ。本当だ。これで大きい音を鳴らして応援、うん、いいですね。いいですね。わあ、緑緑緑、すごい。お弁当箱もある。かわいい。他にもキャップや T シャツ、アクセサリーまで様々な種類のグッズを販売。こんなにたくさんあると何を買おうか迷っちゃいますよね。せっかくなので店長さんにおすすめ聞いちゃいましょうか。店長さん、おすすめありますか？おすすめは、はい、このゆるキャラフェイスタオル。かわいい。愛媛のそうです、ね、ゆるキャラが。本当だ、愛媛ならではだ、うん、大集合ですね。そうです、みんな。かわいい。 T シャツとかユニフォームだけじゃなくて、うん、こういうのを身につけて応援できたら気分もグッと上がりますよね。熱く応援しましょう、うんうん、はあ、初めて来たけどこんな広いんですね。すごいですね。わー、でもかなり近い、うん、選手の声もよく聞こえますね、うん、なんか試合前の緊張感が感じられますね、うん、打った時の音とか、取った時のグローブの音が、すごい体で感じる音が力強い。なんかワクワクしてきますね。はい、楽しみですね。今回は特別に選手にお話を伺えるということで、愛媛マンダリンパイレーツの浅井選手と堀川選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本番前のお忙しい時間ですが、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日の調子はズバリいかがですか、お二人。そうですね、もう最後ラスト10試合になってきたんで、まあ、調子は上がってますし、最後はやりきるところまでもうラストスパート入ってきたんで、今日は調子はいいと思います。調子いいということで、ちなみにどうですか、はい、調子は。最終戦も近づいてきて、チームとしては最近負けが続いてるんですけど、まあ、もうみんな状態いいんで今日は勝てると思います。続いて2人が思うマンダリンパイレーツの良いところはというと、やっぱり元気よくて、まあ、先輩後輩、まあ、年はちょっと離れてる部分あるんですけど、全員が仲がいいところです。一緒です。コメント泥棒しましたね。すごい仲の良さも感じられるんですけど、うん、お互いの魅力とか、ちなみにどういったところがありますか？堀川はチャンス絶対に打ってくれるところだと思います。頼もしいですね。頼もしいです。やっぱりキャプテンとしてチームをまとめて、プレーの面でもやっぱり先頭に立ってチームをまとめてくれてるんで、そういうところがすごいいいと思います。すごい信頼感をひしひしと感じますね、うん、はい。ちょっと笑ってますけど、大好ちゃんの心からの言葉でした。そうです、はい、照れてます。なるほど、照れだったんですね。そうです、きっと。最後に今回の試合の意気込みをお聞きしました。今日は高知が今3位でうちが今2位なんで、ここでやっぱり勝っとかないと年間の順位も決まってきますし、今日まあ絶対勝って、まあ、いい流れで次1位の徳島とぶつかりたいなと思います。今日は絶対勝つことを目標に頑張ります。我々も客席からバッチリ応援しておりますので、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。さらに弓岡監督にもお話を伺いましたよ。今のこのチームの強みだったり特徴っていうのはどういったところにありますか？そうですね、まあ、あのバッティングの方はね、結構打てている感じがして、あとは、まあ、ピッチャーとうまく噛み合えばね、もうちょっと上が出るんじゃないかなというのを思います。先発ピッチャーが頑張ってくれればね、いいゲームができてるんですけど、ね、先に崩れるとね、やっぱりちょっと
戦い方が苦しくなっている。試合の滑り出しが鍵っていうことなんですね。最初と最後ね。最初と最後は大事。そして今監督が注目している選手が浅井、島原、上野、まあ、この3人がチーム全体を引っ張っていってくれてますからね。今だからこの選手のところにランナーを置いてこのバッターが返すというような形が一番いいんですけどね。もうそれはね、もう落とせない試合ばっかりですから、まあ、高校野球のトーナメント形式みたいな形で、ね、まあ、1試合も落とせないというような感じでやっぱり戦って今いきます。まあ、とりあえず、先制点を取って、あと今の、ピッチャー後ろ3枚、しっかりしているので、ね、そこをしっかり抑えて、勝ちゲームにつなげたいというところですね。チーム一丸となってというところですね。そうですね、はい、今日の試合も期待しています。はい、お願いします。応援しております。はい、お願いします。 CM の後はスタジアムグルメ、ドイツの絶品 B 級グルメやジャマイカの郷土料理ジャークチキンが登場。ゆうばら特集コーナー、ゆうばらマップ。2週にわたって愛媛マンダリンパイレーツを大特集。スタジアムでは試合観戦の他にもお楽しみがあることを皆さんはご存知ですか？それはズバリスタジアムグルメ。2人も試合が始まる前にいただくことにしましたよ。スタジアムグルメ買ってきました。おいしそう、ね、いい香り。ハヤトさんが選んだのはドイツの絶品 B 級グルメ、カリーブルスト。肉肉しい、うんうんうん、皮がパリッと弾ける。いい音してましたね、うんうん、このソースがカレーの風味とトマトの酸味で、すごい爽やかで美味しい。あ、暑い日にいいな、これは。満たされる味。続いてゆめさんはこちら、ジャークチキンを購入しました。ボリューミー、そう、熱い。いただきます。すごい口にいっぱい入りましたね。すごい厚みだから。鶏肉がプリプリ。スパイスかな、めちゃめちゃ食欲そそります。おいしい、表面こんがりですもんね、このちょっと炭の感じ、めちゃめちゃいい香りがします。さらに定番の唐揚げも。これもサクサク、柔らかい。この王道の味たまらないですね。いいですね。この塩っ気がこの暑い日にぴったり、外の空気吸いながらスタジアムで食べるグルメ最高ですね。最高。おいしい、おいしい。来週の夕バラはいよいよ高知ファイティングドッグスとの試合がスタート。白熱した試合に2人は大興奮。お見逃しなく。そして明日からは愛媛マンダリンパイレーツの最終2連戦。皆さんもぜひスタジアムに足を運んでみてはいかがでしょうか。